皆さんこんばんは、囲いの宮地です。広島ミュージックジャンボリーオンユースト、月に一度スタジオライブを中心にお届けしております。広島ミュージックジャンボリーはですね、今年2011年ももう終わりまして、まあ来年に向けてですね、動いてるんですけども、内容はですね、広島から元気のパワーを発信しようを合言葉に、広島県内をリレー形式で開催するライブです。で、今年は東日本大震災という、こともありまして、そちらの復興を願って9月4日から11月5日まで2ヶ月間にあたって12ステージを終えることができました。で、もう来年に向けて実は動いておりましてですね、ブログの方とか見ていただけたら分かるんですけれども、テーマソングをすでにもう募集しておりましてですね、いつもテーマソング、第1回目からやってたんですけど、ずっとですね、これがもう1年を通してというか決まったら、僕らのですねイベントそれぞれで流れたり、歌ったりとかっていうものになりますので、お聞きになってるミュージシャンの方、ぜひ応募してください。で、2月末ぐらいまで募集をしておりますので、どんどん、募集してください。詳しくは、ホームページをご覧いただけたらと思います。で、広島ミュージックジャンボリー、今日も張り切っていきたいと思うんですけれども、本日はですね、12月最後ですね、今年最後の番組となりましてですね、今までいろいろ音楽中心にライブ中心にねお届けしたんですけど、もともとのね趣旨的にはそういう別にねとらわれることなくやっていこうというところもございましたので、本日はですね、ちょっと変わった、いつもと変わったゲストをお招きしておりますので、ちょっとね歌を歌うというわけじゃないんですけども、スタンバっておられますのでね、非常に、ゆっくりな動きをされてますじゃあ本日の、最初のゲストを紹介したいと思っております。カープ侍です。邪魔するぞカープ侍拙者はバチガイじゃないのかこの番組は。いいですね、面白いですね。大丈夫か。もう絵面がもう今までの誰よりもなんかこう映えますね、なんかねない感じですね。素晴らしいですね。カープ侍はこういう番組はあまり出られないんですか、ね、あまり出んな。あ、出ないですかそうですか、これカープ侍始めたきっかけというのはどういうことだったんですかね、今シーズンの4月じゃこれはな。あ、4月です。4月にこういったカープ侍の甲冑ができたので、誰か入らぬかって話になった、もともと拙者のストーリーとすれば、1500年に1500年、元重というものがおったんだよ、はあ、これ毛利元就の嫡男なのかな、嫡男ですかがタイムスリップしてこの2011年に来たということになってるんだよ、ことになってるなってるなってるじゃないってことですね。あ、そういうことなんですね。で、4月の28日であったかの、阪神戦に初めてカープ侍はズムスタに行って、おそれから計13回、今シーズンは行って10勝3敗という成績だった。そうなんですね。そうそうそう、素晴らしいですね。相当勝ち越しですね。毎試合行けっていうことで毎試合行ったら優勝じゃないかなというところもあるんですけどね、球場に行くと どんなですかね、皆さんは反応は。最初はね、お客さんは最初はやっぱりその子供が怖がるんじゃないかなと思ったのが意外と子供に人気でな、夏休みなんかすごかったぜやっぱり。ああ、そうですか。そうそうそう、やっぱりね、すごいですね。10月頃になるともうカープ侍が来るのをみんな待ちわびてるからそうですか、これはもう来年以降どうなるかっていうことですね。そうじゃそうじゃ、そうですね、仲間がなんかいるという話も、今すべてでカープ侍にはファミリーがおって、拙者カープ侍と、あとカープ剣士、剣士両刀使いなんだよ。両刀使い、そうそうそう、二刀流、二刀流ですか、はいはい、それからカープ弁慶、カープ弁慶91センチあるでかいやつなんだよそうなんですか。それからカープ家臣、カープ救助と呼ばれてるのが弓を使う人間だな、それからカープ侍クラシック、めちゃめちゃいますね、5体5体
それはなんかちょっと番組を作りたいぐらい、カープ侍レンジャーレンジャー作る、カープ侍レンジャーね、地方からそういうの発信ができるじゃないですかね、それ、うん、すごいですね。そうなんです、カープ侍どこに住んでるんですかね、基本的に広島城、広島城ですか、当たり前じゃないな、広島城から来てるんですね、合戦場所がズムスタなのに、あ、ズムスタですね、そうそうそう、広島から出陣をそうそうそう、あ、しとるってことですね、すごいですね、なんか知られざるね、歴戦の、あの甲冑を見ると歴戦の、あの、ね、あの名残が、今シーズンはやっぱりいろんなな、戦いをしたもんでな、もうあちこちいろいろもう壊れてる部分も少しはあるけど壊れてるまあ来シーズンはまた変わった形で、今年はストライキングバックだったけど、あ、そうですね、来シーズンは破天荒、あ、そうですね、破天荒になるんで、ま、キャッチフレーズがね、うん、変わってきますからね、すごい、それはもう刷り込まれてるんですかね、完全に、そうそう、これはな、完全に、うん、なるほどですね、素晴らしい。今年はどうでした、カープは。今年はな、まあカープ侍が言うのもなんじゃけどのやっぱ交流戦じゃろうね、やっぱり鍵になったのは、 そうですね、あれがあまりにもあそこでまず一旦落ち込んだっていうのは、そうですね、あと頭でやっぱり響いたな、響きましたね、うん、そうですね、あそこが鬼門じゃない、やっぱの、ぜひ来年は、来年は全試合行こう、全社に出ていただける、行っていただけるということで、呼んでもらえる、呼んでもらえるでもほぼ勝手に行ってる感じではあるんじゃないですか、そうそう、日程はこちらで決めて今のところ行っとるからな、そうですね、うん、スライディーは切らないようにということですね、お願いしますね、そうですか、でいろいろ、まあその球場だけじゃなくて、うん、あのいろんなところに行かれてるってことなんですけど、シーズンオフになったんでな、そうですよね、まあ、なかなか行けない、まあ、広島県内でも、うん、広島市以外のところ行こうと思ってな、そうですよね、過去にも呉、それから福山、尾道、はいはい、東広島と行ってきて、あ、そうなんですね、ちょうど明日三原なんじゃ、あ、三原に行かれるということですね、三原の駅前で、10時から16時まで、10時から16時、うん、次の輪祭りというのをやっとるんだが、はい、そこにカープ侍ファミリーが11時からと14時からで、11時からと14時からカープ侍ショーをやる、おお、ショーですか、仮面ライダーショー的なやつですか、そうそうそう、そんな感じ、そうなんですか、え、なんかそういう音楽に合わせてじゃなくて何かしらこうストーリーが、音楽に合わせて、まあ、あとは少しやるけどもな、今日は1体しかいないんでちょっとしか見せんけどそうですね、それと寸劇を、あ、寸劇があるんですね、子供たちに分かりやすいような寸劇をやろうと思って、あ、なるほどね、うん、そういうじゃけ 出張というか、うんうん、そういうのもそうの随時募集という形ですよね、はい、どういうふうに募集したらいいんですかね、それは、あ、それはね、カープ侍に来てもらいたいとか、うん、すごいあると思うんですけど、はいはい、カープ侍で検索してもらえれば、はい、カープ侍のフェイスブックページか、ページ、あ、フェイスブックページ、広島イベント参加隊というところに届くと思うんで、あ、そこから申し込んでいただければ問題ない、あ、そうなんですね、うん、そこからですね、うん、そうですか、じゃあ今日はあのね、喋りだけというあまり早口になるとデーモンかっかみたいなゆっくり喋らないといけないもともと早口の癖があるから、ね、そうですね、喋りだけというのもあれなんで、なんか今日は待っていただけるという話があるんで、やろうじゃないか、ちょっとですね、それを見てみたいなと思いますので、はい、じゃあスタンバイの方よろしくお願いいたします。重そうな感じはするんですけど、でもどうなんですかね、あ、そう、6キロ、あ、そうですか、なるほどね、じゃあ、カープ侍の演舞をご覧ください。カープ侍ここに見参、悪の夢その身にまとうが節の表面へと、わしらの想いを携えて「よそうび花火はせんな」
掲げたるは勝利の刃、空を貫く。すごいですね。これが演舞ということで、これは今日はね、本当はもっとあの何人かね、さっき言ったねファミリーがね、かっこいいっていうツイートが来ますね。素晴らしいですね。ズムスタでもやるんです、これは。やりたいかも。やりたいですか。始球式ですね。そうですね。あれどうやったら始球式できるんですかね。あの、まあ、いろいろ話は教えてもらった。教えてもらったんですか。ああ、ルートはちょっと来季にはどうにかできるように頑張った。お、素晴らしいですね、うん、ぜひ見たいですね、カープ侍の始球式もね。なんかね、投げれるんでね、これ軽いんで。そうですよね、うん、あ、動きは全然大丈夫。あ、全然大丈夫。全然大丈夫。素晴らしいですね。本間だけ30キロ、甲冑だったら30キロぐらい。そうそうそう、本間のもんだったら、ね、でもその上の方のね、兜自体も結構重たそうなんですけどね。重くはないけど暑い。暑い。暑いですか。夏とか大変ですね。夏は大変。さすがですね。今アップになってますけどね、 C のマークがね。そうですか、分かりました。もう一回ちょっと、じゃあ最後の、はい、あの最後になりますけど、うん、あの告知というか、今後の、はい、A、そうですね、さっきの三原と訪れる、もう一つ、はい、11月18日、これは五日市、コイン通り沿いにマッチボックスという、はい、まあ、スペース、イベントスペースがあるんだが、はい、そこでチャリティーイベントがある。あ、 そうそこに、カープ侍も夜の部になるけども参加する予定で、はい、さっきの今カープ侍の歌を歌ってるレッドヘルアーミーがライブで、登場するんで、その前に寸劇を少しやらせていただこう、このように思っておる。そうですね、あのライブで一緒にやられてましたよね、そういや。そう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 、はい、レッドヘルアーミーですね、うん、それもまたね楽しいと思いますね、うん、あの実際に、ね、歌を歌ってるライブの、ね、そうそうそう、後ろとか前とかでこう、ね、うんうん、踊られる感じっていうのはすごい楽しいと思いますので、ね、うん、ぜひぜひ。じゃ あ、 あの今後来年のもう年末なんでね、来年のこう、うん、抱負というか、来年は、展望、もちろんカープ優勝、カープの優勝、はい、ですね、で始球式、始球式。これしかない。やっぱりそれしかない、それですね。そうですね、カブ侍、あとね、いろいろあのグッズとかもなんか、うん、ね、おかげさまでいろんなグッズが、缶バッジとか T シャツだとかいろんなものできたんでね、これどうやったら買えるんですか。これもね、カープ侍グッズで、まあ、検索すれば必ずとそこのサイトに飛んでいくと思う。お、そこから注文ができるようになったんで、ぜひぜひ。それ、あ、じゃあもうネットからどんどん買えるってことですね、はい、まあ、イベント会場に行けば当然売ってますし、まあ、その場でサインもするんでな。球場で買えるようになったらいいですね。球場でも来シーズンは買えるようになるかもしれんぞ。お、いいですね。ぜひグッズの方もね、グッズもどんどんね、あのやってほしいですね、うん、はい、今日はじゃ あ、 あの、ね、音楽で歌じゃないんですけど演舞という形で、ね、あ、ぜひね、あのちょっとあのオファーじゃないんですけど、広島ミュージックジャンボリにもあの出ていただける。あの今年一応ダンスがね、うん、あのダンサーを募集して、なるほど、あのダンスがしてくれたんですよ、そのテーマソングに合わせて踊るんですね。なんであのそういった形でもいいんですけど、うん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 、もちろんあのアーティスト枠であの出ていただいても結構なんで、あのコラボレーションできて嬉しいなというね、きっかけとして今日は非常に嬉しいと思います。ありがとうございました。今日はすみません、カープ侍でした。ありがとうございました。いやすごいですね。あとでちょっと写真を撮りたい感じがしますね。相当暑いという夏は暑いということでね、カープ侍は知らないうちになんかキャラクターがね、どんどん増えていってるという、僕は最初1体だと思ってたんですけどね、今日ちょっと残念ながらスタジオ の、 あの広さの関係で、1体しかね来れないということで、演舞ももっと本当はこう派手であのすごいものになってるみたいなんでね、ぜひイベント会場いろんなところでやられてるみたいなんで来てください。で来期ねまたカープズムスタで見かけることもっていうか行くこともあると思うんで、皆さんぜひぜひね、ズムスタにカープの応援も含めてね、駆けつけていただけたらカープ侍にも会えますよみたいなね感じだと思います。はい、で、次のゲスト、あ、ちょっと出ちゃってますね、もうすでにね、出ちゃってますね、中原沙織さんなんですけどね、庄原から今日来てもらってちょっといろいろ大変でしたけどね、いい感じですかね、もう、はい、じゃ あ、 紹介させていただきたいと思います。庄原からお越しの
中原沙織さんです。はい、中原沙織です。よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。もうあの好きなように演奏とか何やらもう喋ってもいいですし、喋りましょうか。さっきですね、来るときに高速に乗って高田インター手前に2キロぐらいで、はい、あのオケの CD がないということに気がつきましてですね。オケもない。オケもないね。CD がない。なんで iPhone から車で流してて、で練習しようと思ってそれをあのオケを流したんですね。はい、あ、そういえばこの CD どこに置いとったっけと思ってカバンの中を見てみてもそういえばないと。ないと。で、加古井さんに電話して、はい、どうしましょうかと。まあ、6時半ぐらいになってもいいなら取りに帰りますよと。で取りに帰ったんですけど外に不審者がありました。外に不審者、おもちゃ、すごい侍の格好した不審者が侍の、そうですね、あれデジカメを構えてます。あれ捕まらない、大丈夫ですかね。どうですかね、銃刀法とかで大丈夫ですか。それで、あの高田インターで一旦降りて、うん、即引き返して、なるほど、小原に帰ってきて、帰ってきた CD を取って、小原から引退乗って来たって、来ましたよ。そうですね、ちょっとね、ヒヤヒヤしましたよ、ね、ヒヤヒヤしましたよ、この辺も右折禁止右折禁止ばっかりで右折禁止一歩通行一歩通行ばっかりで、そうですね、はぁーと思いながら右折禁止右折禁止この野郎で右折禁止じゃないとこ通り過ぎてみたいとか焦りますね。焦りましたね、本席最大で、ね、髪切った、髪切りましたよ。髪切りました。 なかったんですね。髪はこの辺でした。ああ、そうですね。長いかった印象ありますよね。そうです。うん、ここ2ブロックに。2ブロック。ここ張り上げに。もうあのファンにはたまらない映像ですね。ああ、どうもどうも、ええ。うなじがね。うなじがね。今日は帽子をかぶってね。今日はサンタさんです。今日はサンタさんで演奏。昨日もずっとサンタ帽子で飲んでましたから。はい。じゃあ今日はたっぷりと曲をやっていただけるということなんで。そう思います。ええ、続けてガンガン、はい。行きましょう。行きましょう。じゃあ中原沙織さんで演奏してもらいます。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ信義小原を CD で。高速をくぐって霧が晴れたら。木のトンネルの中おびき坂を登る点滅信号を越えれば見慣れた広いホームタウン光る太陽を追いかけて丘陵公園行こう今年の生徒ストックは誰が来るのかな緑が濃いこの街には何にもないけれど山の稜線に沈む夕日が綺麗で涙が出る本町の坂を下った先で珍しく遮断機が降りてたりして真っ暗闇の中ひた走るヘッドライトはハイビーム夜の街に降り注ぐ雪とイルミネーション雪が溶けて春が来たら上野池でお花見蛍を見て浴衣を着て良いとこパレードを応援して夜寝ない子供には非バゴンが来るぞ歯磨きしておやすみ緑が濃いこの街には何にもないけれど山の稜線に沈む夕日が
綺麗で涙が出る。この街が好きよ。一人一足長靴好きなんよ。ショーバラ。ありがとうございました。いやーショーバラだね。ええ、ショーバラはずっとショーバラなんですか。いや、生まれが三好で、あ、でショーバラに、はい、ショーバラに、そうですね、いましたね。なんかその好きだっていうのがすごいね。そうですね、ね、にじみ出た歌ですよね。そうですね、うん、そうですね。一時感想いらない。いや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 、いありがたいことでございますよ。言わずにはいられないこの感じ。そうですね、うですね、もう田舎だから好きみたいな、ね。あ、まあ、わかりますね。今年長靴をね、もう一足買おうと。長靴は一足いるんですか。一足あるんですけど。絶対いるんですか。いります。あ、そう、いります。絶対いります。絶対いる。街中住んでてもいります。あ、そうなんですか。スノーブーツでいいと思ってたら大間違い。ダメだと。ナイロン通り越すぞこれ。あ、染み出るってことですね。ゴムじゃないとダメですね。なるほどね。もうね、寒い時期になってまいりましたね。ニーハイの長靴が欲しいですね。あ、そうですね。では次の曲を。はい。次の曲はですね。次の曲は西条の檜山というところで山フェスというイベントが夏にあったんです、うん、山フェスね。山フェスが、はい、でそこで山ガールのイメージソングということで山ガール作ってくれと京山くんから言われまして、はい、作った曲です。ときめき山ガールという曲です、はい、お願いします、はい。木漏れ日の中あなたと歩く聞きのざわめく音鳥の声優しい風が通り抜けてゆくまだまだ歩けるよ。あなたが誘ってくれてからトレッキングシューズ探したわ。何度も行こうと決めたからちょっといいのにしたのよ。アウトとはしたことないけど山歩きくらいならできるでしょ。ブランはあなたに任せて可愛いグッズを集めたわ。木漏れ日の中あなたと歩く聞きのざわめく音鳥の声優しい風が通り抜けてゆくまだまだ歩けるよ。次に来るまでに花の名前をたくさんたくさん覚えてあなたに教えてあげるね。ちょっと尊敬されるかな。船の骨への下で一休みてっぺんついたらお弁当にしようね。得意料理をたくさん集めたの早起きして作ったよ。人数多い方が楽しいかな。次はみんなも誘おうか。彼岸花咲く頃には涼しくなってるはず。木漏れ日の中みんなで歩くわいわい言いながら進んでく。熊よけ鈴の代わりになるから話をやめないで。明日はきっと筋肉痛だけどまだまだ歩けるよ。
山ガール、はい、山ガールはなんかあれですよね、流行語みたいな感じの、流行語みたいな感じのなんですよね、なんかね、そうなんですね、そうなんですね。さて、次は弾き語る、弾き語る感じですか。弾き語る感じです。おっと、このピアノを見ていただきたいんですけどね、なかなかね今月の無駄遣い。あ、もう買ったばっかり。あの、はい、この間。あ、そうなんすか。あの、前からサウンドハウスで通販で見てて、欲しいなと思って、欲しいなと思ってたんですけど、これはね、いいですよ、可愛いです、初めて見たんですけどね、楽器屋さんで見て、うん、ちょっと安くなってたんで、どうしたんですかって聞いたら、箱を間違えて捨ててしまったって言ってた。ほうほう、間違えて捨ててしまった。箱なしで、はい、箱なしでいいならもう1000円引くよみたいな感じで、結局16,800円でしたね。そう、あ、結構安いんですね。うん、ですね。でもなんかちゃんとしてますよね、うん、外観といい、ピアノ的な音がするはず。おお、すごいね。ね、これがちょっとどんなあれか楽しみですね、音が。ピアノですね。ピアノキーボードで入れて、で、ミディでいろんな音にして。ああ、そうなんですね。あの、リズム感が全くないので、ちょっとずつちょっとずつ全部音符直してみたいな感じで。ああ、なるほどね。でもそんなことはないと思うんですけどね。オケであれだけ歌えるっていうのはやっぱすごいですよ、ね。声の音域が広い。ああ、確かに確かに。そんな褒めてもらってもね。まあね。ありがとうございます。そんな。いや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 、絶対あげませんよ。褒めたらもらえるってことね。絶対あげません、絶対あげません。番組プレゼントとかしないですから絶対あげませんよ。ここに中原言って名前書いて入れる入れる。じゃあね、弾き語ってもらいましょう。はい、存分に。さてさて、どうだったっけみたいな。さあ、何の曲かわかるでしょうか。お金がない、お金がない、お金がないよ、三色おかゆ。お金がない、お金がない、お金がないって言うけれど、ユニクロも島村もたくさん行ってたくさん買っちゃうの。このピアノは16,800円、この間買ったマイクがですね、16,800円で、それがあのファンタム電源っていうのがないといけないやつだったので、あのファンタム電源が通るケーブルを買わないといけない。ついでだからモンスターケーブルにしました。モンスターケーブルにしましたよ。まあでもね、ちょっと安いとこだったんでね、サウンドハウスだったんで、ね、サウンドハウスの回しもみたいな感じですけどね、あの、うん、5600円ぐらいでしたね。はあ、お金がない、お金がない、お金がないよ、三色おかゆ。はい、僕もお金がないですっていうツイートが来てますね。誰ですか。メルボルンから来てますね。おお、クーカさん。三食おかゆ食べちゃダメです。あ、一食です、ね、あ、そうですね。でも米はあるんですもんね。米はある、ね、米あるんですよ、うん、もう小原米はあるんですよ。実家がね、米農家なんです。あ、米、いくらになるか。いや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 、1000円。ダメ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 。オークション。いやいや、絶対ダメ。いいですね。うちの子なんで、ちょっとこの子は。それ綺麗ですよね、なんかね。コルグちゃんですね。ね、コルグいろんなもん出してますからね。このケースをね、買わにはいけないんですよね。このお金がないは、ね、どういう経緯で生まれたんですかね、これ。いや、車でバーッ走る。走りながら。
お金がないな、お金がないみたいな。もうそんな感じですか。さーっと降りてき降りてきた。さーっと降りてきた。さーっと降りてきてこう。あ、これは虎にはいけん。お告げですね。お告げです。非常にインパクトが ありますよね、この。PV もね。あれはあの猫田係長にちょっと踊ってください。うん、そうですね。猫田係長。ね、猫田係長こうやってやってますね。はあ、面白いですね。うん、いつかあのゲレンデってこう。全部白いじゃないですか。だからこう遠近感が分からなくなるんで、猫田係長を前に後ろの前の方に置いて、人間が後ろの方で同じぐらいの大きさで踊るっていうのをやってみたいっていうのが今の冬の計画です。ああいうの全部作るのご自分で作られてるんですか。自分で作ります。プロモ系は、はい、あ、そうですか。映像も全部。そう、すごいですね。マック君ですね。お金がないので自分で作る。そうですね。人に発注してる場合じゃないということ、もう全部マックのソフトですよ。あ、素晴らしい。iMovie ありがとうございます。ありがとうございます。ガレージバンドありがとうございます。私も全部それで、もう恩恵に預かってます。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、まだまだ中原沙織、はい、リサイタルは続きますよ。続きますか。まだ行きますよ。続きますか。はい、お願いします。次ですね。次は飛び道具が出ます。ちょっと何だったっけね、これをするとデモが流れるんですが、流れる、これのね、間違えた自分のペティ第1番の音を変えると、音は変わった。これは何ですか。これはどっかで聞いたことある。これはですね、サリューさんが小山田圭吾とコーネリアスの組んでやってる時に、ツアーのパンフレットについてくる CD の中でやってるんですよ。ほう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 。やりてーと。やりてーと思って今やらせてもらいました。カバーを急にやらせてもらいました。何の予告もなく、何の予告もなく、何の予告なくやらしました。そうですね。大変申し訳ないと。なんで謝らんでいいと思うんですけどね。もう寒いですね。もう寒いですね。寒い、庄原寒いですか。庄原はあの雪が降ってますか。今日も。積雪とかは。いや、なんか雪不良ったんでしょうけど、朝寝てた。あ、寝てた。ああ降ってたんだろうな。ああ、そうですか。そうですね。なるほど。標高の高い山はね、ちょっと上が白くなって寒いですね、多分ね。北の方から来た車にはこう雪が積もって、ああ、積もってる感じですね。うん、嫌いじゃないですね、俺庄原。ぜひ、嫌いじゃない、いや、もう通るんですよ、結構まあ、いろんな事情でいろんな事情で庄原通るんですけどね。あの辺の感じはね、ヒバ群的なあの辺とか好きですね。そうですね、うん、じゃあ、あと8曲ぐらい、CD オケを持ってきましょうか。よし、追加で、追加で本当に。じゃあ次は、次は、あ、オッケー持ってくる。オッケー持ってくる。素晴らしい。今日なんかあの不思議なあの空間な感じですね。最初からね。
はい、最初からね、とてもあの不思議な空気を持った、ね、中原さんですね、CD すごいいっぱいあります突然打ち合わせをしないといけない感じですね、これはね。これさっきやったやつで、お金がないやった。キョロヤマくんの歌。キョロヤマくんっていうのは何なんでしょうか。あ、キャラ、あ、そうなんですね。ゆるキャラみたいな感じですか。ゆるキャラみたい。ショーバラのですか。ショーバラのキョロヤマくんの歌というのがありましてですね。ショーバラにキョロヤマくんっていうのはいるみたいです。キョロヤマくんっていうのが中に人が入ってそれ言っていいんですか、それキョロヤマくんはどんなんなんですかね。キョロヤマくんはですね、山がこういう山の形で、はいはいはい、緑色で目がどんどんとついてて、お手があって足がついてて、着ぐるみ、山着ぐるみっていうか、そういうのおるんですか、そういうの。おります。あららら、ここにこう山の片っぽに麦わら帽子がついてるんですけどすごいですね。あ、そうなんですね。ツイッターやってるんですね。フェイスブックもやってる。おお、すごいですね。あれですね、 IT っていうか、なんですか、うん、IT 最近でもあんまつぶやかないですねあれもやっぱあれですか、庄原市役所みたいなところの管轄なんですか。庄原市役所の子会社チックな、うん、子会社チック、市役所に子会社があるんですか。チックなんですけど、チックな感じ、チックな感じのがあったり、観光公社準備室、はい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 、そういうね、その中でやってるんですよ。やってるんですね。やってるんです。なるほどですね。じゃあ、ね、やりましょうか。はい、超短い曲ですが、キョロヤマくんの歌ですか。キョロヤマくんの歌です。はい、お願いします。はい、お父さん吾妻山、お母さんは比婆山、帝釈経でも道があり、話し相手は節分草、比婆牛捨て駅頬張り、アップルパイがデザート、好きになる。見つけた意見再発見、庄原里山。キョロヤマくん。わすごいね。いいですね。何がすごかったですか。いいですね。これなんかどっか聞けるんですか、これは。普通これはですね、市役所のホームページで流れてる。流れてないです、ね。流れてない。流しましょうよ、それは。YouTube でたまに、たまに、YouTube で流した方がいいと思います。なんかありました、ね、うん。そうなんですか。うん、ケーブルテレビ、三好のケーブルテレビピオネットというところですね。うんうんうん、里山巡りっていう庄原の番組があって、うん、その中で流れとるはずです。あ、そうですか、はい、これがずっとこれがこれこの分がこの分とかとかいろいろとか新銀とか、あ、そうなんですか、キョロ山ガールとかがもうなからプッシュで、そうですね、音楽なからさおりって書いてありますからね。すごいですねどんだけみたいな菅野陽子私みたいなそこまでよ素晴らしいですね。なるほどね、面白いですね。なんかその地方で頑張ってる感じでね。そうですね、うん、田舎大プッシュで、大プッシュですね、はい、うん、絶対無理です、今度じゃあ僕呼んでください、庄原で歌いますんで。やったキョロヤマくん歌いますんで、練習して。よろしくお願いします。いいですね、はい、告知などがあれば。あ、告知などですか。ですね、12月の23日に、はい、西広島ウッドストックというライブハウスで歌います。はい、あ、歌いますね。歌いますがワンマンではないです。まあ、対バンがあって、で
中山泰蔵さん知ってますか？泰蔵さん出ましたね。泰蔵さん出ましたね。これにも出ましたね。中山泰蔵コラボ。中山泰蔵と中原沙織で沙穂蔵というのを作りまして出ましたそれ濃いですね。ぜひ見たいですね、ぜひ見に来てください、19時オープンの19時半スタート、はい、19時半、もう一回いつでしたっけ、何日でしたっけ、12月23日金曜日、12月23日ですね、金曜日、天皇誕生日ですね、天皇誕生日、はい、クリスマスイブ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 ですね、イブイブ、ぜひウッドストックに、あのチケット欲しい方は私まであのメッセージを、メッセージをアットマークサフォームまでお願いいたします。いいですね中原さんは天然ですかっていう、違いますよ違いますよ違いますよ、いうツイートが来てるんです、ね、いや、あのこれでもあのしっかりしますよね、しっかりしてます、しっかりしますシャキシャキしとるという、そう定評がありますので、二日酔いですか、いやこの間は二日酔いでしたけど今日は大丈夫ですですということで今日の2組目のゲスト中原沙織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はあのショーバラまで気をつけて帰っていただいて、はい、はい、ありがとうございました。はい、そうですね、はい、じゃあ次ちょっと私が歌うので準備をします。はい、え23日の曲はですね、レモン知ってますよね、中山泰蔵レモンとプラスアルファで私のザクロ、え何言われるんですか、まあいいや、ジャックをね、ジャックをですね、ジャックをですね、中山泰蔵レモンと中原沙織ザクロのコラボレーションがあるはずです。わからないですか？あるはずなんですよ。あとは何曲ですかね。私らで40分ぐらいですかね。で他の人が2組。そうですね。サホゾーだけで独演会見てみたいですねどこでやるかが問題ですよ ね真っ昼間にちょっとできないと思うので、夜中のなんか夜中のこう閉まったところで ねやりたいと思います。どうですか、加藤さん。あ、 OK です。じゃあ加古井さんよろしくお願いします。今年も丸かぶりですいませんお互い慣れてないもんでね、すいません、はい、で今年も1年ありがとうございましたとね、いうことでね、始めさせてもらって本当ちょうど1年前ぐらいですよね、確かね、新谷さんそれぐらい、クリスマスぐらいでねやりましたよね、テスト配信とかつってね、そこからまあ本当1年ぐらい、ね、皆さんご協力いただいてありがとうございましたね。もし懲りてなかったら来年もどんどんね、広島の音楽やってる人とか、まあいろいろパフォーマーとか紹介していきたいなと今後とも思ってますので、ね、よろしくお願いします。ということでそんな気持ちを込めて今日は名残雪を歌いたいと思います。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年より
っと綺麗になった」動き始めた汽車の窓に顔をつけて、君は何か言おうとしている。君の唇がさよならと動くことが怖くて下を向いてた。時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。君が去ったホームに残り、落ちては溶ける雪を見ていた。今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。名残ゆきでした脈略なくね、あの名残ゆきをこの前初めて歌ってね、いい歌だなと思って歌っちゃいましたね暖冬になったんで、あの雪がねあんま積もんなくなりましたよね。そうです ね小原は積もるんでしょう、ね、積もりますよバカにしちゃいけませんよそう、街中はあんまり降らなく、あの積もんなくなりましたね。うん、街中でも長靴で足りない時たまにあります。ありますね、はい、ありますね。長靴はね、長靴ね、そうなんですよ。そうですね。でスパイク付きの長靴とかそんなんがあるんですか。ありますよスパイク付き、スパイク付きのね、ええー、じゃあそんなスパイク付きの長靴のことを、はい、あの思って作った歌です。国境を越えて1 2 1 2 3。分かりきった言葉を並べて、自らの犯した過ちをぼかして、誰よりも君のことだけ愛してるよ、また心にもないことを言った。いい加減なのは生まれつきの話で、軌道修正なんて今さら言わないで、大したゲームもない、唯一歌うことが好きで、これからも僕はそうしてよくだろう。国境を越えて行こう、自分の眠ってる力を呼び起こして暴れろ。でも他人に迷惑をかけないように、またまた小さい僕が出てきました。やらなきゃいけないことばかり多すぎて、
何のことだってまた忘れたふりして、めんどくさい人間関係忘れて、僕は追い海を見に行った。できればどこか遠くへ行きたいけど、現実が僕の目の前を通り過ぎる。財布に金はない、それでも麻雀が好きで、リーチ一発三色ラドラドラ、国境を越えて行こう。こんな小さな街でくすぶってる暇はない。でも時々雪積もる、この街が好きで、結局僕は戻ってくるんだろう。 Hey!いい加減なのは生まれつきの話で、軌道修正なんて今さら言わないで、大して芸もない、唯一歌うことが好きで、これからも僕はそうしてゆくだろう。故郷を越えて行こう、自分の眠ってる力を呼び起こして暴れろ。でも他人に迷惑をかけないように、またまた小さい僕が出てきました。故郷を越えて行こう、こんな小さな街でくすぶってる暇はない。でも時々雪積もる、この街が好きで、結局僕は戻ってくるんだろう。リムジンに乗って戻ってくるだろう。大きな家を建ててしまうんだろう。そしてこの街へ戻ってくるだろう。ありがとうございました。かっこいいでした。はい、という感じでお送りしてまいりました。今年最後の広島ミュージックジャンボリーオンユーストなんですけどね、今日はカープ侍ね、最初に演舞をしていただきましたカープ侍、来ていただきまして、三原で明日イベントがあります。はい、で中原沙織さんですね。どうも中原沙織さんですね。僕ツイートでしおりさんって入れてしまって、すごいもう本当申し訳なくてね、それだけはもうね、平身低頭で本日謝りたいとこの場を借りて、しおりさんですね、ありがとうございました。またライブ、12月23日ですね、ライブが、ありますので、ぜひぜひ、西広島のウッドストックにお越しいただければと思います。はい、では、広島ミュージックジャンボリーオンユースト、この番組はユーストで広島が世界とインタラクション、広島市西区大芝バルコムユーストスタジオからお送りしました。ご覧いただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。メリークリスマス、良いお年を。